ちは皆さん、クレアとレノベラちゃんとアールメンちゃんのメキシコ料理の教室です。メキシコでめちゃめちゃめちゃ人気です。よく食べるやつ、名前はタコスドラゴス、日本語で言うと、フライタコスっていう感じ。タコスね。私本当にこの料理がめちゃめちゃ好きです。すごく好き。タコスというとね、生地を使うトウモロコシの生地です。これはトルティーヤっていうタコスを使う。まず中身は鶏肉を使う、玉ねぎ、ニンニク、トウモロコシの生地と油はどれでもいいけど、私今日使うのはキャノーラ油です。まあ、クリームを作るため牛乳とクリームチーズ、カッテージチーズ、アボカド、パクチー、トマト、ハラペーニョです。ハラペーニョチリ入れましょう。これは最初、多分時間がかかります。鶏肉切り、鶏肉ですね。玉ねぎは半分、ニンニクは一つ、塩ちょこっと。鶏肉を待ってる間にちょっとクリームを作ります。クリームチーズは 100g です。 100g。 牛乳は 100ml です。牛乳は 100ml。カマレソースを作りましょう。アボカド、玉ねぎ、ハラペーニョは2つ、2個、トマトちっちゃいの1つ、あとパクチーこのぐらいです。ちょっと全部は細かく切ります。を使ってアボカドを出す。こんな感じね。ああ、本当に完璧だよ。完璧すぎるこのアボカド。こうします。まあ、じゃあこんな感じでね。入れる。切ったもの入れる。ハラペーニョと玉ねぎ、あとパクチー。まして、あ、いいねいいねいいね。そしてトマト、塩はちょっと入れる。塩抜いたこれ骨なんていうの、これアボカドのやつ入れるとなぜかわからないけど黒くなるのはちょっと遅くなります。鶏肉はもう OK です。だいたい30分から35分ぐらいで出来上がり。こんな感じを、鶏肉を全部やります。こんな感じで、まあ、じゃあ鶏肉はこんな感じね。こんな感じになって、次はトルティーヤ。そしたら、まあ、これを入れてくるくるくるする。こんな感じです。これはタコっていうよね、メキシコで。これタコです。で、まあ、じゃあこれタコですね。だからタコスをフライ揚げる。今ちょっと茶色っぽくなってるじゃない？もうちょっとこのぐらいの色が変われば出来上がり。
けど、もうタコスは出来上がり。もう色も変わってる。こんな感じね。そしたら、これはこうですね。そうそうそう、これ忘れたね。まあでも、レタスもちょっと細かく切ります。こんなにいっぱいいらないから、もう本当に、4分の1かな。4分の1だけちょっと細かく切りますっていうことで、もう OK。 もうはあ、これね、全部で今40分以上かかってる。本当に時間かかってる。まあでも美味しいからね。まあじゃあタコスはこんな感じです。こんな感じ。ちょっとスプーンでクリームをのせる。ワカモレ、アボカン。うわあ、嬉しい。あのレタス。カッテージチーズ。上に。のせる。あ、そう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 。食べるのは手で食べる。手で食べる。うん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 。本当にうまい。うまい。本当このアボカドソースを作ったのね、めっちゃ美味しい。本当にめっちゃ美味しい。これ全部食べるよ。もう10個作ったけど。10個食べるよ。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。例えば、日本にはラーメン屋さんとかあるじゃない？ラーメン食べたい時に、まあ、ラーメン屋行くでしょ？メキシコでもこれは専門店がある。今日は私作ったのはチキンタコだけど、中身は何でも入れられる。でも、一番人気なのは牛肉？鶏肉？そして、ヤガイモ。ヤガイモ。ヤガイモ。その3つは人気です。だからどこ行ってもだいたいいつもある、あの出る。で、他の中身に入れられるのは卵とかチーズとかいろいろ、本当に好きなのは入れて、フライ、クリームチーズ、レタスで、ソースかけたい人はもうかけて、辛いのはダメなの人はもう入れないでって感じです。はぁ、疲れた。ということで、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。コメントはぜひよろしくお願いします。ありがとう、アルミンちゃん。ということで、アディオスアミゴース。